皆さんこんにちは、神社大和岡崎北店のクラウンです。今日は肌荒れで悩んでいた当店の女性スタッフおすすめのこちらおぼろタオルをご紹介させていただきます。まずはなぜこのタオルを使おうと思ったか聞いてみましょう。今の季節って黄砂や花粉がめっちゃひどくって肌が荒れるんですよ。化粧のりも悪くなるし。なるほど。で、おぼろタオルを使ってみたわけですね。はい、少し高いかなって思ったんですけど、アトピー協会の推奨品だし間違いないかなと思って。で、使い心地の方はいかがでしたか？思っていた以上にふわふわで、こすらなくても顔に当てるだけでスーッと水を吸ってくれるし、とにかく気持ちが良くて最高なんです。もう顔はおぼろタオル以外では拭きたくないぐらい。確かにこの感触を顔に当てたら気持ち良さそうっていうのは分かります。店長もいろいろストレスありそうなので自分へのご褒美におすすめですよ。はい。またスピード吸収してくれるこちら洗髪タオルも姉妹品としてございますので、自分へのご褒美やプレゼントとしてもおすすめです。365日神社と大和で遊ぼう。ご覧いただきありがとうございます。神社大和オンラインショップもよろしくお願いします。